今日はですね、坂口安吾の坂口安吾エッセイ選っていう、この講談社文芸文庫の本をですね、ゆっくりこれから読んでいこうという、そういうことになりますね。まず最初はですね、昭和9年発表の長島の詩という、そういうふうなエッセイで、この長島というのはですね、長島厚夢のことで、若くして死んでしまったんですけれども、坂口安吾の親友だったっていう、そんなことですよね。そして実際の文章にこうありますね。私の知っているだけでも長島は3度自殺を企てた。私は彼のように追い詰められた男を想像によってさえ知ることができないように思う。その意味ではあの男の存在は私の想像力を超越した真に稀な現実であった。もっとも何事にそうまで追い詰められたのかというと、そういう私にもはっきりとはわからないが、おそらくあの男の関する限りのすべての内部的な外部的な諸関係において、その全部に追い詰められていたのだろうと思うっていう、そう書いてあってですね、すべてに追い詰められる男っていう、それがですね、長島厚夢なんですけれども、この後ですね、坂口安吾は長島について、たまに書いていたりするんですけれども、坂口安吾がですね、戦後に発表した不連続殺人事件っていう、そのような推理小説があるんですけれども、その被害者役の男ですよね、最後に殺されてしまうんですけれども、その被害者役の男はおそらく長島厚夢がモデルであろうというふうに思われて、これですね、誰に殺されるのか、犯人は誰なのかっていうと、その自分の妻とですね、その愛人っていう、そんなことで、有名な作品なんでネタバレしても全く構わないと思うんですけれども、その、自分の妻はですね、その愛人と表面上はですね、周りの人すべては犬猿の仲であるっていう、そういうふうに多くの人に思われているんですけれども、裏ではつながっていてですね、この長島という人物、主人公、長島をモデルとしたこの被害者を最後は殺してしまうっていう、すなわちこの不連続殺人事件の被害者はですね、全てのものに追い詰められていたっていう、自分の妻にも追い詰められて、そして妻と犬猿の仲であったと思われている男にも追い詰められてっていう、そのように全てに追い詰められてですね、そして最後殺されてしまったっていう、そういうふうな話が不連続殺人事件なんですけれども、このですね、被害者のモデルが長島厚夢であろうっていうふうに思われますね。ですから坂口安吾はですね、長島が何に追い詰められていたのか、分からないって書いてあるんですけれども、最後まで分からなかった。しかしですね、その長島、あらゆるものに追い詰められている長島っていうのを、推理小説という形式で戦後においてですね、表現したっていう、そういうようなことになると私は思いましたね。そしてですね、長島が危篤であるっていう、そのような電報が坂口安吾に届くんですよね。どうせまた自殺したんだろう、自殺未遂したんだろうっていうふうに坂口安吾思っていたんですけれども、電報をですね、よく読んでみると、病気であるっていう、だから坂口君すぐ家に来てくれみたいな、そういうふうな親族からの電報だったんですよね。そして実際にこうありますね。電報によって赴いてみると、今度は自殺ではなかった。脳炎という病気であった。脳膜炎どころの話ではなく、膜を通り越して完全に脳そのものがやられているのだという、無論完全な発狂であるっていう、そういうのは坂口安吾らしい文章ですよね。脳膜炎どころかですね、膜を通り越して完全に脳そのものがやられている、すなわち脳炎であるっていう、そういうようなことを書いてありますね。しかしですね、多くの人は、親族はですね、この長島厚夢は完全に発狂したっていう、そういうふうに、考えられていたんですけれども、坂口安吾がですね、その
長嶋敦と会ってみると、こういくつか言葉を交わすんですよね。その結果、この男は狂ってはいないっていう、そういうような確信をしてですね、実際にどのような会話をしたのかっていう、まあ、それがこうありますね。長嶋は危篤の病床で私一人を残して家族に退席してもらってから私に死んでくれと言った。私が生きていては死にきれないというのである。そうして死んだからきっと私を呼ぶと言った。死ぬ間際には幽霊になって現れるなぞとも言ったのである。そうして私に恐ろしくなったろうと狂気の目を輝かして叫ぶので、私が当たり前だと言ったら世にも無残な落胆を表してそれっきり沈黙してしまった。こうあって、坂口安吾にはですね、このようなですね、呪うとかですね、まあ、死んだら幽霊に立って枕元に立つとか、そのような脅しは全く通用しないっていう、坂口安吾自分でですね、自分の精神はガマの精神であるっていう、そのようなことを言っていました。いますよね、ガマガエルの精神であるっていう。これですね、坂口安吾が夏目漱石の心について論じた文章っていうのがあるんですけれども、その心っていう、夏目漱石の心という小説は、まあ、先生という人物がですね、まあ、友人の彼女を奪って結婚してですね、そしてその友人が自殺して、それに対してですね、まあ、こう先生が毎月、まあ、その友人が死んだことを悔やんでですね、先生は毎月墓参りをする、毎月の命日、月命日に墓参りをするっていう、そういうふうな告白をですね、最後の主人公に対する手紙で表現するんですけれども、これに対してですね、坂口安吾は、まあ、色恋沙汰で友人が死んだからといって、毎月墓参りをするっていう、そんなことをしてたらね、精神が持たないだろうっていう、そういうふうな、まあ、身も蓋もないような、そういうようなことを言っていてですね、まあ、夏目漱石の心っていうのは近代文学っていう、そういうような形にはなっているんですけれども、その先生の告白っていうのはですね、極めて古い日本人の民族みたいな、そういうようなことが表現されていて、友達がですね、自分を恨んで死んだっていう、そういうふうなことを確信して、その確信に基づいてですね、毎月墓参りをするっていう、そのようなですね、まあ、行動を行っているっていう、こういうふうな行動がですね、坂口安吾的に言えば近代ではないんだっていう、まあ、このような坂口安吾の時代にはですね、太平洋戦争が竹縄っていう、そういうふうな時代もあったわけで、日本は、まあ、より合理化されなければならないと、合理化してですね、緊張感のある精神で緊張感のある戦いを戦い続けなければならないっていう、そうするべきだっていうふうに坂口安吾が言ってるわけじゃないんですけれども、そうせざるを得ないような、そういうふうな状況にこう、まあ、坂口安吾はなるんですよね。日本全体がそういうふうになるわけで、そういうふうなですね、まあ、徐々に緊張が高まっていくような日本社会の中で、昭和初期の日本社会の中でですね、友人が色恋沙汰で自分を恨んで死んだから毎月墓参りをするっていう、そんなぬるいことを言ってていいのっていう、そういうふうなことをですね、言ってましたね。まあ、坂口安吾的らしいですね、ガマガエルの精神だと思うんですけれども、私こういう精神は嫌いではないですよね。そしてですね、この、まあ、坂口安吾の長嶋の死っていう、そういうなところでですね、長嶋つむはやはり父親と確執があって、父親っていうのがですね、有名な政治家、国会議員だったんですよね。そしてその国会議員の父親と、まあ、最後、狂気の中で会話してですね、最後語った長嶋の言葉っていうのが、
パパ僕は偉いんだっていう、そういうふうな言葉で、これに対して父親はですね、息子は狂ってはいないなっていう、そういうようなことを述懐したっていう、そういうようなことがですね、まあ、最後にありましたね。今日はですね、坂口安吾の坂口安吾エッセイ選から昭和9年発表の長島の詩という、そのようなエッセイをですね、紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。